はい、朝昼見てる方はこんにちは、夜見てる方はこんばんは、ポエトリーサロンは、詩の世界の徹子の部屋をコツコツ目指して番組を続けております。詩を通して、日々の皆様の味わいが豊かになるような番組を目指しております。今回も、楽しみですが7月7日です。皆様素敵なロマンチックな皆様のエピソードもあるかもしれませんし、皆様の周囲で子供の頃の思い出かもしれません。七夕に何を皆さん書くでしょうか。今日のゲスト、今回も詩人、ある詩人の詩人吉野宏さんの、娘さんで、吉野宏さんについての詩についての講演朗読活動をされている久保田奈々子さんです。どうぞ。よろしくお願いします。なんとさりげなく言いますが、はい、お誕生日おめでとうございます。7月7日生まれとめでたい、これ番組的にも勝手にめでたいとか言っててすいませんが、今日は、っていうか本当打ち合わせからもう貴重なお話を、うん、もうありがとうございます。7月7日、うん、織姫様ですか。ありがたいことに誕生日は覚えてもらえますよね。覚えますね、うん、まさかこれはなんというかね、うん、だって放送日ってこれはささやかながら偶然といえば、ね、だって365分の1の確率ですからね、ね本当にね、すごいですね。どうですか、7月7日生まれで嬉しかったこと、困ったこと、生まれた時のことでも何でもいいですけど、まあ、ちょっとだけ聞くとどんな感じですかね。あんまり なんていうの、人には言ってないけど、はい、私実は7月8日の深夜0時2、3分とか4分とかそのぐらいには際どいな際どいな。ところがそのなんで、7月7日なのかっていうと、私の出産予定日が7月7日だったんですって。あ、予定日がもともと。それでまあなんということが、出産期間早まったり遅まったりって普通じゃあるんですけど、ぴったり7日の日に母が産気づいて、でまあ生まれるまでちょっといろいろ大変だったらしいんですけど、私へその緒が首に巻きついてて出てくるのが大変だったらしいんですよ。すっごい事故。変な話、首が、苦しかったですね。そうですか。そうだからもう生きるか死ぬかの状況が生まれてきたんですよね。で生まれてありがとうございます。ありがとうございます。弱敗ながら。そうです。そうで生まれてすぐに泣かなかった。そりゃそうでしょうね、しんどかったから、うーんって泣かれる。もうさんまさんが逆さにつってお尻をペンペンしたのがという出産だったらしいんですけど、逆さになっておぎゃって、それだけでいい優れた詩人が詩に書くところですけど、お父様その詩は書いてないんですね。そうですね、まあまあでも、うん、私についての詩は何編かね、生まれた時のこと書いてますけど、だからそういうことがあったんだけど、実は7月7日に生まれるって分かった時に、父は私の名前を用意したんですよ。ああ、それが奈々子だったんですよ。いや今日ね本当にね初めて知りました。そうですか。いやだからなんかね、7月7日で番組の準備をね、この数日間してる時に、7月7日公開かと思ってて、名前は奈々子さんだって、誕生日が7日で、あるというのはね、3秒ぐらい経ってたとですね、あ何分か経ってたとですね、いや面白いですね、こういう不思議なことが生きてると時々あるということで、でも、まあ、7日を過ぎて8日になったんだけど、父はどうしても私に7日生まれにしたかった、でお医者さんにしたかったのお医者さんに実はもう名前用意してるんですって言ったら、もう昭和のさ時代の話ですよ、まあお医者さんもなら7日にしましょうって言ったっていいですね。なんかそのなんか ランダムアバウトじゃないけど、まあ、もちろん命は大事ですけど、一人の大事な赤ちゃんからおぎやと生まれたわけですけど、で今回はですね、あの吉野宏さんの貴重な何かものが出てきたということで、本当は番組的にありがとうございます。言葉を、まあ、ちょっとそれが何かを少し話していただいて、言葉も紹介してくださると、吉野宏さんの、はい、あの父が亡くなった9年前に初めてその私は存在を知ったんですよ、っていうものが実はありまして、それは父が
20歳、21、22ぐらいまでの間に、職場でまだ仕事を しながらなんですけど、書き溜めていた詩を、手書きの、紙に書いた手書きのものをこうまとめて、詩集を5冊作ったものをまとめた本が出てきまして、貴重だな。だから要するに限定一部ですよね、もう手書きだから、はあ、それが出てきました、出てきました、はい、でそれを私は最初何気なく読んだ時に、何を書いてるのか私はもう本当にその頃はね、頭が理解が追いつかないで、これ今ここで言っちゃっても 大丈夫な情報なんですね。大丈夫です。なるほど、ありがとう。まあ、ご家族ですもんね。展示会に何回も出してる。あ、そっか、はい、そういうものがあります、はい、で、だけど中身を全部公開するのはなかなかできず今まで来てますが、でその中で私が、まあ、思ったのは、そこに書かれている詩、まあ、拙い詩だと思います、まだね、詩人としてデビューするもうずっと前の話だから、でもそこに書かれている精神みたいなものが、実はもう80年、87歳で亡くなるまでの間の詩人としての生きている間の詩作に、脈々と流れている、もう地の底の水脈のごとく流れている。 あったんですね。もう詩人吉野宏さんという優れた詩人が成熟していく前に、初心が大切なこの詩人の魂にあったというのがどんな、そう、どんな、例えばライフ、ライフシンフォニーっていう結構詩なんですね。はい、そうですね。これはね、あの、私はこういう詩人として生きたいっていう初心表明みたいなものがつらつらと書かれているものなんですけど、これね、21、2歳の若造が書いた文章だと思えないぐらいすごいなと思って、でその中で、例えば、私は命の喜びを歌うに足るだけの私自身の哲学を持つことに今邁進せねばならぬ、そして私は歌う、とかね、人間生活の上により良きものを植え付ける詩を私は歌うのだ、みたいに、素晴らしい、あの、詩って自己満足のために書くんじゃないっていうような気持ちっていうのは、まあ、前回お話ししたけど、私が父と詩の作文のやり取りをした時にも散々言われたことです、でそういうものっていうのはもう若い時からずっと持ち続けてたっていうのを、あの、それを表現し続けてた。でもう一つ、愛を人々の上にっていう詩がありまして、これは、まあ、祝婚歌っていう詩があったり、命はっていう詩があったりするんですけど、その中に完璧に生かされてる。愛を人々の上に、私は無論不完全な人間です、だから私は人を責めることなど爪の赤ほどもできません、だからね、あの、命はっていう詩も、自分一人で完結して生きていけるんじゃなくて、お互いを補い合ってるってことがあったり、祝婚歌の中でも相手を責めちゃダメよとかさ、そういう、あの、お互いこうね、そっか、愚かだよっていうこと、これ全部入ってるんです、だから、これはもう父のその詩を書く云々の前に、父の中にもう脈々とつながれてきた言葉なんだ、ありがとうございます。そんな吉野宏さんの詩についての若き日からのね、まだ書籍化されてないものの中からのお話がどうその後の詩になっていくのかっていうことを踏まえて、また今回もですね、ありがたいことにお父様の吉野宏さんの詩を読んでいただきますので、またあのステージの方にお越しいただけますでしょうかね。あの、この吉野宏さんね、理想を理屈で語るより今日は吉野宏さんの詩人の言葉集みたいな回になってますけど、理想の、理屈で語るより人間のおっちょこちょいな部分が楽しくなってきましたというね、いい、これもいい言葉ですね。あとさっき今あの七子さんがおっしゃった人間の生きる喜びの哲学、より良き日々を目指す詩である。いや、今日はちょっと本当にいいですね。いい話を聞いて僕もね、すごい遠くに見える詩人吉野宏さんの背中を1ミリでも近づきたいと願う、今日の収録でございます。七子さん朗読お願いします。
命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。命はその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうのだ。世界は多分他者の相和、しかし互いに欠如を満たすなどとは知りもせず、知らされもせず、ばらまかれている者同士無関心でいられる間柄、時に疎ましく思うことさえも許されている間柄、そのように世界が緩やかに構成されているのはなぜ。花が咲いている、すぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている。私もある時誰かのためのアブだったろう。あなたもある時私のための風だったかもしれない。ありがとうございます。本当になんというかね、すいません、ありがとうございます。なんと言いますかね、あなたにとってのね、アブや風はどなたであったか、人間はやっぱりね、自分だけで成立しないし、そんなに自分もできてないしっていうね、そういう問いが詩人の吉野宏さんの中に、あったわけですね。ちょっとね、ミニインタビューで朗読なと短めの時間にはなりますけど、はい、まあそういうわけで、祝婚歌にしても吉野宏さん書かれてるね、文章にしてもそういう価値観が出てくるわけですけど、まああれですかね、アブ、短い時間の中で話すのは難しいかもしれませんけど、七子さんにとってのこの詩の中でいうアブや風っていうのは、まあ、いつも僕無茶ぶりしちゃうんで、ゲストさんに今まで歩んでこられて、どんな人や出会いとかが自由に思い浮かびますかね。私はね、風とかアブって別に印象に残ってなくても、自分がそれを変えてくれた瞬間があったっていうことが風であり、アブなんだと思ってるから、私にいろいろなものを植え付けてくれた人は、もう数えきれないほど、たくさん覚えきれないほど、良き出会いをいろいろされてきてるんですね。してますね。なるほど。でもそんな風って見えないし、アブなんてみんな同じだし、だからそんな風に受け止めてる。そういうものが作用して私たちの日々も織りなされているということを、吉野宏さんの詩は押し付けがましくなく、詩の次元でね、それをやっぱ生きるっていうことは何かっていう問いが、詩情とか描写とか詩の次元でやっぱね、共有してますよね。そう、あのね、父がいつも言ってたのは、詩人の要するに言葉が読み手の側に行ったら、もうそれはその人のものだって、だから詩っていうのは、詩人が読者に寄り添うんではなく、読者がその詩に寄り添えるものを書くっていうことだ。ここがまた深い境地だな、詩人としての。だからそのやっぱり気持ちっていうのは、共感を呼ぶっていうことにつながるのかもしれない。どういうふうに捉えてもいいわけですからね、詩って。なるほど。今日も貴重なお話聞きましたが、人に寄り添う詩を僕書こうとしてましたけど、そこのやっぱさすが吉野宏さんという詩人だけあって、人に僕が寄り添おうとする詩を書く、その先の読者が寄り添えるような詩であるというところ、
ああ本当にもうご教示お願いします。本当にいい話、知人としていい話ですね。はい、ありがとうございました。もう一回お越しいただけるということで、はい、今日は貴重なお話ありがとうございます。何かが共有されているこの久保田奈々子さんのゲスト会であります。もう一回ありがとうございます。本当にお待ちしてます。2週間後、はい、またまた楽しみですね。はい、はい。